ここまで6戦全勝、他を寄せ付けない勢いで単独首位に立つ湘南ベルマーレ。クラブの連勝記録更新もかかる今節は、現在2連勝中と調子を上げてきた9位ジェフユナイテッド千葉とのアウェーゲーム。共に J1 復帰を目指す昇格候補同士、注目の一戦。試合は早い時間に動きます。竹富、菊池大輔とつなぎ、三沢のクロスにウェリントン。ウェリントンの今シーズン4得点目はクラブの J2 通算700得点のメモリアルゴール。11分湘南が先制。勢いに乗る湘南はさらに28分、菊池大輔からのボールを受けた竹富がクロス。決めたのは宇佐美。宇佐美は今シーズン2得点目。湘南が順調にゴールを重ねていきます。一方千葉、反撃は31分、コーナーキックにケンペス。エースにボールを集めますがゴールならず。すると湘南が再び猛攻。32分、ボール球を拾った大月から菊池俊介。最後はウェリントンがこの日2得点目。これでスコアは3対0。湘南の勢いは止まりません。34分にはボールを奪った遠藤航が粘って追加点。前半だけで湘南が4点リード。後半へ折り返しても攻撃の手を止めない湘南。50分には宇佐美がボールを奪い、最後は菊池大輔がゴールネットを揺らし、これで5対0。ホームでこのまま終われない千葉。64分、頼みのケンペスにボールを送りますが、途中出場の藤田誠也がしっかりとマークし、反撃のチャンスを与えません。完全に集中を切らしてしまった千葉。81分には山口聡の不用意なパスを奪った竹富から途中出場梶川。最後は再び竹富、ゴールラッシュを締めくくります。千葉は2000年3月25日神戸戦以来となる6失点。湘南は今シーズン5回目の無失点でクラブ記録の7連勝です。